透視機の証明っていうのは原則の話します。その条件式、まあ今回で言ったら ① に当たるんだけど、条件を使って文字を減らしましょうと、まあ、単純に計算がしやすいからですね。でなんだけど、今回はそれをやるとちょっとうまくいかないんですね。その条件を使って文字を減らすってやってみると、1より、まあ、何でもいいや、 Z 消してみようか。 Z イコールマイナス X 引くマイナス Y で X と Y を移行したらまあこうなるよね。をアスタリスクの、じゃあ左辺に代入してみようか。でちなみにこの式にダイレクトに両辺にボーンって代入はダメね。ちゃんと不等式っていうのは、左辺の証明っていうのは、左辺をこう変形していって最終的に右辺になりましたと、こういう示し方で示すから、いきなり両辺が等しいよっていう前提で進めていってはいけません。いいね。じゃあ左辺の式だけに代入します。だから左辺イコール、X たす Y、Y 引く X 引く Y、Z のとこにマイナス X マイナス Y 足す X を入れると。でこれ式変形していくと、Y は消えますね。かけるマイナス X かける、ここが X が消えてマイナス Y と、はい、ということで、そうだな、XY でプラスの XY で、これが X2 乗 Y 足す XY の2乗で、まあこんな感じになっちゃうんですけど、同じことを右辺でもやってみましょうか。こうやって左辺を式変形していって右辺と等しくなるパターンと、左辺をある式変形までして、左辺を変形していったらなんか星になって、右辺を式変形していったらやっぱり一緒の星になって結局左右同じだよねっていうパターンもあるから、それもいけるかどうかちょっとやってみましょうか。右辺にも同じようにこれを、左辺と、じゃあ右辺にも代入と、まあこれ手抜きだけどごめんね、代入してやってみると、マイナス XY でマイナス X 引くマイナス Y と、あ、なりますね。 X2 乗 Y 足す XY 2乗と、うん、まあこれでじゃあ左辺と右辺一緒になりましたねっていうやり方でもいいです。でもこれね、もうちょっと上手なやり方があって、これ原則をちょっとぶち壊しに行きます。まあ分かんなかったら今みたいに基本的に一文字消去のやり方って言うんだけども、今回左に3文字右に3文字っていうところと、あとはこれがね、 X たす Y たす0Z イコール0っていう時にぜひ試してほしいのがこうなんですね。1より3本の式が立てられます。この左辺を見ながらやっていきます。 X たす Y、 Y たす Z、 Z プラス X ってそれぞれ X たす Y の式はマイナス Z プラス Z を移行してマイナス Z、 Y たす Z を求めるためには X を移行してマイナス X、Z さす X を、求めるには Y を移行してマイナス Y と。で、これらをアスタリスクの左辺に、左側だな、代入するとどうなるかっていうと、これがここ、これがここ、これがここということで、マイナス Z かけるマイナスの X かけるマイナスの Y、
マイナスマイナスマイナスでマイナスで x かけ y かけ z。 絶対こっちの方が楽ですね。うん、なんで、こういうのが使えるのって3文字あってイコール0の時で、あとは左辺の式を見ながら自分の都合のいいように式変形をしていく。でもいい、原則は忘れないでください。原則を踏まえつつ、あとは証明の進め方ですね。いきなりのままこう同時進行とかっていうのは絶対やらないでください。だこれ等式の証明の、まあ原則とちょっと裏技テクニックですね。この式変形が一応知っとくと、まあ、時間短縮のテクニックになったりします。参考にしてください。